昔はね、名古屋の猿と呼ばれてたんですけどね、早くなっちゃったな。来ました来ました。寝よ。どうした？そうですね、まあ見た目かっこよく、しかもちゃんと立ち上がりのことを考えて走ってる感じでしたよね。ただちょっと勢いが足んないかなっていう気もしないでもなかった。なんかいまいち元気なかったね。そうですね。29秒99ですね。かろうじて30秒切った、ね、なんか、うん、なんかね、いまいちだらっと走った感じですね、うん、そうですね、うん、まあ彼も私から見るとだいぶ若かったんですけど、結構おじさんになって走りもおじさんになったのかなって感じがします。そうですね、昔若かったのにね。そうですね、どこのラリー行ってもどっかに落ちてた感じがする。あ、昔なんか北海道のさ、ラリーでさ、あ、来ちゃった。あ、ヌタハラですね、ヌタハラ。あ、柳選手、そこの右コーナー、本人的には失敗ですね。失敗だね。あいつどっちかっていうと真横を向けて走りたがり屋なやつがハンドル切って曲がってしまいましたね。まあ群馬の人間っていうのはね、もともとねドリフトしかできないんですね。そうですね。あんまり頭良くない。世界で活躍してる A 選手なんかも横を向いてしか走ってないからね。そうだね。A やらいてるんでね。そうですね。30秒49ですね。30秒どこまで弱めですね。加藤選手もね。こういうところね、ヌタハラが早いんですよ。そうですね。こういうみんなが見てるところ、短いところはとんでもなく早いですね。あのセコいんだよね。ちょっとラインは甘かったんですけど、勢いはありましたよね。あんな外まで出てるのいけないよね。そうですね。あ、29秒33。あ、やっぱり早いね。もうね、あの重箱の罪を突き出したら世界一になるよね、あいつね。あ、そうです、ね、そうそう、短け短いほどは早いよね、あいつね。いや、今のことライン見てもかなり外まで出ちゃったんで、あれだとちょっとここはストレートがねちょっと使えなかったかな、うん、ただ何かだとなっちゃうかもしれないね。フロント重いんでどうしても逃げ気味になっちゃうんで、ああいう感じ で、 でもスピードが落ちてなかったんでタイムは速かった。まあそういうことですね、はい、5番大島選手ですね。次大島選手も群馬の方なんで横向けると思いますか。そうそう、年の割には元気がいいです。いやでも立ち上がり早いんで、30秒75ですね。ああ、タイムはそうでもなかったですね。アクセルのことですね、パン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 って音がしてると思うんですけど、あれはターボ車のですね、アンチラグっていうですね、アクセルを抜くとですね、勝手にガソリンを、タービンの方にパン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 入れるんですね。それでタービンを回しまくるという、それでパン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